2022年8月の13日土曜日でございます。トリシーの大将の元ブログです。これは私です。で、愛車のトリシティでございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日は昨日の続きで、また夜景の綺麗なところを、夜景じゃないんですね、夜道ですね、の綺麗なところをも撮りました。で、喋る内容はちょっと昨日の続きでね、藤山甘美の話をしたいと思います。藤山甘美の小竹新劇新しく見直しますとですね、たまたま見直したやつが人生すごろくという演舞でございました。これがね、めちゃめちゃ面白かったんですけどね、初めね、舞台が始まりましてね、すぐ感心したのはですね、あるちょっと態度の悪い不良っぽい人と主人公である藤山甘美が出会うという場面なんですけどもね、一応さっきまで雨が降っていましたという設定で、舞台にビニールシートをザーッと引きましたですね、そこに水が溜まっているわけですね。で、雨が止みましたという形で2人が出会うと。で、そうしますとですね、藤山甘美がよろ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 歩きながらお話をするわけなんですけども、その時につるっと足を滑らしまして、開いてですね、水がバヤーってかかるんですね。で、これね、アドリブか台本に書かれてあったことかがね、ものすごく分かりにくい、微妙なの。でもね、僕が見る限りではアドリブに見えるんです。どうしてかと言いますとね、セリフがないんですよ。おいやめろよとか、おい水かかったやないかとかいう相手のセリフがないんですよ。相手はね、全く違うことのセリフというかね、お前どっから来たんやとかいうことをね、平気で続けて喋ってるわけですね。ところがですね、ものすごい量の水がかぶって、その時点で観客がどっと笑うわけですよね。で、その2人のやり取りの中で、もうその相手役の人はですね、セリフはきっちり言うんですけども、次その攻撃がいつ来るかということにね、戦々恐々としながらね、舞台は進んでいくんです。これがね、まあと言いますかね、ものすごく面白い。で、ちゃんとした台本かアドリブかが全くわからない。で、舞台ある裏みたいなね、ドキュメントを前見たことあるんですけどね、でこれはアドリブだと思ってたやつをね、結構ね、練習してる場面が映ったりね、あ、これはアドリブじゃなかったんだってみたいなことがね、ございました。はい。で、劇団の人に聞いたセリフなんかっていうかね、インタビューでね、はい、あれはアドリブじゃなかったんですねとね、言いますとね、いや、一発目がね、アドリブやったんですよ。で、それが受けて、で、それを座長が次からパターンで行こうとかね、組み込んでしまったもんですから、もう今はアドリブではないんですみたいなね、あ、なるほどとね、はい。だからその舞台の変化、生き物みたいなところをですね、もうものすごく見事にね、特化していってるわけですね。素晴らしいなと。で、十分ですね、この現在でも。もうとにかくね、 YouTube でもね、早く喋れって言うでしょ、もうね、僕ね、これがね、不得意なんですよ。はい、早く喋ってるとね、何言ってるか分からへんのです。はい、だからなるべくゆっくり喋らせてってね、その間合いが難しいですね。で、反対にね、開き直ってる人と言いますかね、もう全く喋らずにね、 BGM ばっかり流してる方もいらっしゃいますし、もうおっちゃんもその方がいいのかなとか思いますけどね、イラチですからね、根が、はい、後で見て
あの喋ってないとね、あの間が持たんのですよだからね、あのついついあのナレーションを、うん、とちりながら多く入れてしまいます。で、私そうやってね演出的な面もね、あのその当時はねディレクターをしましたんでね、よくね勉強しました。演技ってあるでしょ。演技とはどういうことか、うん、演技とは私に言わしたらね、らしくなんですよ。はい、例えば恋人同士ね、そこで出会って役者が恋人になるわけですけども、それを映像にした時に分からんでしょ、内に秘めてることなんかね。だから演技で恋人らしく演じるんです。恋人らしい動作を演じるんです。だから何がらしくかということをですね追求するわけですね。で、例えば目の悪い人がいてるとね、で、あの何々を取ってって言われて、はいはいって言って、それまで普通に暮らしていたのに、突然その時ですね、その人はメガネをかけて、でメガネをかけたらね、それでいいんですけど、それからまたちょっと手探りをするわけですね。この手探りの動作がらしくになるんですね。普通もメガネかけた時点で見えてるわけです。今まで以上にね。それやのにメガネをかけてから手探りをというらしい。あの動作をして、それがね上手い人がやるとらしく見えまして、目の悪い人らしくなるんですよね。究極は死体ですよね。ね、死んでる人なんかね演じられるわけがないんですけども、ただ反対にあの写したら何もないですわね、死んではねえからね。はい、表情も何もないです。はい、じゃなくて白目をむかしてですね、口をパーッと開けさせたら死体らしく見えるんですね。はい、演技とはらしくです。殺し屋ね、殺し屋を演じる歌ってね、人を殺した人なんかねめったにいてないわけでございますからね。それやのに殺し屋にという演技をするにはどうしたらいいかって言ったら、真っ暗なサングラスをかけてですね、ね、口元で微笑んだりするというね、そういうのがねらしくですね、殺し屋らしく見える、そういうのが演技やと思います。演技をされている方、参考にしてほしいなと思っている今日この頃でございます。ではまたしょうもないことでお会いしましょう。ではまた。